山下達郎山下達郎の作品一覧、ターナーの機関車ターナー、S スチームローラー作品のモチーフとなった、JMW ターナーの、雨、蒸気、速度、グレートウェスタン鉄道、ターナーの機関車ターナー、S スチームローラーマイナスは、1991年8月25日に発売された、山下達郎通算22作目のシングル、 ターナーの機関車ターナー S スチームローラーマイナスはアルバムアルチザンからのシングルカット曲だがエンディングにもボーカルが入ったシングルバージョンベストアルバムトレジャーズにはシングルバージョンがオールタイムベストオーパスオールタイムベスト1975から2012にはイントロの SE がカットされたアルバムバージョンがそれぞれ収録された 山下は、ある晩、青山のレストランバー会に、ドラマティックスを見に行った時、トイレに続く長い廊下の影で、黒いワンピースの髪の長い女の子がすすり泣いててね。その光景がすごく印象的だった。で、検体期に入った男女が何も話すことがなくて、ただテーブルを挟んでじっと座っているという曲を作ろうと思った。で、 そういう店にはきっと絵が飾ってあるだろうと思って、その絵が、ターナー、ヨゼフ。マラード、ウィリアム・ターナーの、雨、蒸気、スピードということにしたの。ターナーが、高校の頃から好きだったんだ。この曲のメロディーは、僕の中の少年の時に作って、アルチザンを作る時に歌詞を書いた。もともとは、U2 とか、バンモリソンのようなアイリッシュロック調というか、 通奏音を使った曲を作りたいと思って、それで作った曲と語っている。当初は、ドラムとベースのリズムセクションでレコーディングされたが、曲の持つ、短微的なイメージにより近づけたいとの意向から、最終的に打ち込みのリズムに変更された。2017年にリリースされたシングル、リボーンには、コンサートツアー、パフォーマンス2017より、 同年7月の中野サンプラザでのライブ音源がカップリングに収録された。オンリーウィッチューはサウンドトラックビッグウェーブ収録記憶でコンサートツアーパフォーマンス86からのライブ音源。その後ギターインストに仕立てられたバージョンが NHKFM サウンドストリートのテーマ曲として使われ、その後 JFNK サンデーソングブックテーマ曲として 継続使用されている。このライブバージョンは長らくアルバム未収録のままだったが、後に、アルバム、レイオブホープ初回限定版に、セットのボーナス CD、ジョイ1.5にリマスタリング音源にて収録された。ジャケットには、ロサンゼルス在住の芸術家、アンドレ・ミリポルスキーによる、アルチザンで使用されたものと色違いのイラストが、レイアウトされている。詳細は、 山下達郎のカバーアイチランターナーの機関車、ターナー、S スチームローラーマイナスを参照。ありがとうございます。